はい、おはようございます。キャプテンヤスのバイブルトークです。昨日から伝道者の書に入ってます。今日2章なんですけども、2章はあんまりなんだよね、いいとこないね、いいとこないって言ったらですけども、じゃあちょっと、2章11節をお読みします。しかし私が手掛けたあらゆる事業と、そのために私が骨を折ったロープとを振り返ってみると、なんと全てが虚しいことよ。風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。ということですね。ここね、日の下っていう言葉が何度も出てきます。後半になるとね、日の下で行われる方は私にとって災いだとか、とにかく日の下っていう言葉が、何度も出てくるんですね。で、日の下、タハットハッシェメシュ、太陽の下っていう意味、まあ、もちろん日の下なんですけども、まあ虚しいと、ね、空の空、昨日はね空の空ですけども、空の空っていう日本語の訳からね、なんかこうあんま俺好きじゃないんだよな、こうなんだろう、哲学的な感じになって、色即是空とかで般若心経、俺も詳しくないんで調べたっていうかね、聞いたことあるけども、般若心経、ね、色即是空、空即是色って言いますけども、五運といって色だけじゃないね、色、樹、相、行、色、まあ、出てると思うけども、5つの五運っていうのがあって、色というのは見ること、景色見ることね。で、樹というのは受ける、それを見たものを受けて、で、相というのは今度思う、ね、考えて、で、行は行動する、で、その後こう色っていうのはこの、まあ、意識の色ですけども、それによって知るっていう、そのこうね、全てこのね、私たちの感覚の全てを全部含めて、それは虚しい空であるっていうような、そういう教えだそうです。で、座禅を組んだりしてね、そのこう座禅ってほら、私たちは黙想するじゃないですか、聖書で黙想するんだけども、瞑想とか黙想っていうのは実は、この仏教とかね、この般若心経の世界ではちょっと違う、瞑想じゃないらしいんですね。なぜかというと、こうやって瞑想とかいろいろ考えたりすると、メディテーションとか考える、それも良くない。もう私たちこう座禅なんか組んじゃうといろんなこと考えちゃうんだけども、それを考えない、思考しない、そして白紙にするっていうのが目的であって、そのなんかいろいろこう考えてしまうことは、それは良くない。昔教会にね、お坊さんじゃない、仏教のね、大学行ってる人が教会に来てたことがあって、私ね、面白い、そういう人大好きだから、いろんな話をしたことがあったんです。で、そのやっぱ空、色即是空の空、座禅するときどういうふうにするかっていうと、いろんなことがね、余計なことがこう浮かんでくるんだって。あと例えば、あ、無にならなきゃ、無にならなきゃ、無にならなきゃって、そういう思いも含めて浮かんでくるのを、全部それを空っていう言葉で打ち消していくらしいのね、イメージとしては、イメージとしてね。で、その空っていう言葉でこう全部打ち消していって、最終的に空って、俺がやってるんじゃない、その人が空っていうもので、全てが満ちた状態っていうのを目標にしてる、ということらしいんですね。で、同じ仏教でもいろんな考え方があると思うん で私別に仏教、否定しません、ただ自分はキリスト教を選んで、それを信じてますので、間違ってることを言うかもしれないけども、でもとにかくそういうことらしいんですね。で、その私たちの違いは、この瞑想じゃない、黙想、まあ、とにかく空になる、思考しない、白紙にするっていう、そのね、彼らの目標、その、ね、この空の目標は本当に空っぽになること。ところが私たちの、クリスチャンの黙想、瞑想というのは空っぽにはなりません。なりません。何かというと、その心、自分の中にあるいろんな虚しいもの、いろんな、ね、その罪とかも含めて、それを全部神様の前に持っていく、御言葉によってそれを、空じゃなくて御言葉によってそれを打ち消していく、御言葉によって自分の思いよりも御言葉を、神様の言葉を、そして神様の存在、神様に委ねる、そこを、かな、優先させていくっていうのが、私たちにとってのこの瞑想っていうことじゃないかと自分は思います。日の下、日の下、このね、世界、私たちの生きる日の下っていうところには、虚しい、そして空の空ね、仏教ではでも全てが空なんだけども、色即是空、でも空即是色ね、逆回りだと、その虚しい中で私たちは
こう考え行動し思い受け、そしてその景色ね、素晴らしい景色の中で、生きていくと、そこにね、そこにまた素晴らしさも見つけるというのは、そういうのがね、仏教的なものでもあると思うんですけども、そこに私たち、私は神様っていう概念が入ってきます。私たちが見るもの、私たちが考えること、私たちが行うこと、私たちがそして知る、全てにおいて神様という存在があります。で、その神様が存在する世界というのが三章から出てきます。天の下という言葉が出てきます。私たちは日の下を生きている、ね、虚しいです、空の空です。ですけども、同じその世界が神様がいるということで、天の下という世界に変わります。その天の下は美しい、本当に、意味のある世界である。ここから先は明日の話になっちゃうので、ね、これ今日はここまでにしたいと思うんですけども、私たちが見るもの、そして、聞くもの、私たちが思うこと、それら全てを私は神様のところに、持っていきます。はい、では、今日も一日ですね、この神様のいる世界を、この天の下を、歩んで生きていきたいと思います。一言お祈りします。ハレルヤ、天の地の神様、感謝します。神様、あなたがこうおられる、あなたが作られたこの世界を、今日も私たちが生きていけること、ありがとうございます。日の下、その太陽さえもあなたが作られました。私たちが、この虚しいこの世を、ただ、なんとなく生きていくのではなく、神様、どうかあなたが作られたこの世界で私たちが生かされているということ、あなたが共におられるということをいつも心に留めておくことができますように、そしてその中を歩んでいくことができるように助けてください。神様、今日も一日あなたが共に導いてください。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。それではまた明日、さよなら。